鳥居ふわ八幡宮は、高知県四万都市ふ和にある神社。旧社格は、県社。別称を、正八幡、広畑八幡宮。旧中村市街地の南部、四万都川を望む、小丘陵上に鎮座する。主催神は次の見柱。土佐一条子祖の一条凶暴は、応仁の乱を避け、一条家への荘園があった、この地に逃れてきた。は、鎮守として、 山城国の岩清水、八幡宮を誕生し、室町時代中期の文明年間に八幡宮を建立したのが、当社の創建となる。以後、当社は、土佐一条氏の守護神として、数形を受けた。江戸時代には、土佐藩主三内家からも信仰された。明治時代に剣社に指定された。大きな祭礼としては、旧暦3月15日に行われる春季山川会、祭典。 周期大祭、旧暦10月15日に行われる周期、山川開祭展がある。神様の結婚式とも呼ばれ、毎年10月に催される祭りである。旧暦7月14日に、御腰洗いが行われ、大育の日の前々日に、宵宮、みや、大育の日の前日に本祭典が行われる。豪設家の一つである一条氏から見ると、逃れてきた、この地は、晩風の色濃い土地であった。 一条氏はこの地に、強風の習俗を根付かせるために、あげば、やぶさめ等の神事を行った。特にこの地で当時盛んであった、嫁か、継ぎと呼ばれる、略奪婚の風習を強風に強制する目的で、始まったのがこの祭礼である。不わ八幡宮を、おみ、市内の一宮神社を女神として、祭典神事の中で、結婚式を取り行う。一宮神社には、 シーナ午前、徳駅午前、ホコナ午前の見柱の女神があり、毎年くじ引きによって、神父を決定する。このように二つの神社で祭礼を行うのは、二十地域の広範囲で参加するのが狙いであり、この神事を通じて、庶民の生活指導が行われた。旧中村市を挙げての祭礼であったが、現在では、平成5年に合併した四万都市全域が関係している。 所在地交通アクセス周辺、ありがとうございます。